ケロ編、男のアクセ、一発強化チャレンジ、イエーイ。あさってに控えたアクセ強化、緩和を待たず、プラス4アクセをプラス5にチャレンジするこの企画。ゼロになるスリリングを味わえるのは、これが最後。今まで数多くのアクセ、壊してきたが、終わり良ければ全てよし。この強化で優秀の美を飾れ、いくぞ。いきます。 3!2!1! 頼む。早ー、演出あると思った。早ー。おいっす、ケレンです。今回は今後見据えた銀貨石板推薦書の使い方というテーマで話をしていきます。で、この話は美課金無課金者向けのお話となります。というのも、課金者っていうのは、推薦書だとか石板とか、まあ、銀貨も含め、ゴリゴリに購入することができるような形になるので、まあ、抑える必要がないんですよね。資源、まあ、要は資源ですよね。資源の使用を抑える必要がないので、そういうことになります。はい。で、今回の話のポイントとなるのは、3つあって、緩和、そして太陽神殿、カボト族繰り返し依頼。多分この3つが結構現環境のポイントになるんじゃないかなっていう風に僕は思ってます。はい。ということで、まずは銀貨の方からお話ししていこうと思います。で、まず銀貨ですけども、結論から言うと、貯めといた方がマジでいいです。というのも、いつ到来してもおかしくない、太陽神殿あります。太陽神殿っていうコンテンツはめちゃくちゃ銀貨を使えます。一回おそらくまあ5万かな、5万ぐらいかかる銀貨を大量に時間内もうぶっこいまくるっていうので、一回だいたいそうですね、まあ100M ぐらい、一回 100M ぐらい使うんじゃないかなみたいな、そういうぐらいの感じあるので、その太陽神殿っていうのが来た時にもう何のためらいもなく、まあ、ぶっ込めるぐらいの銀貨っていうのは貯めておくことが大事だと思います。で、今多くのユーザーさんは、例えば確かこの前の討伐 1.5 倍のイベントとか、あと錬金石のアップデートで古代石一気に消費したユーザーさんが結構多いと思うんで、結果その僕のようにまあ大量の銀貨持ってるユーザーさんめっちゃ多いと思うんですね。ですけども、まあ持ってるからこそちょっと散財しちゃうってる人もいると思うんですよ。例えばなんか神話買っちゃったりとか、ちょっと高いけど神話買っちゃおうかなみたいなとか、あると思うんです。そういうのは控えましょうということです。今後ゲームシステム側、まあ要は太陽神殿だとか、ワールド経営もそうですね。とかもそうですけど、初期投資みたいなのが必要になってくる。ゲームシステム側に一気にその銀貨っていうのを回収される、まあ、ことがあるので、それを見越してある程度確保しておくことが大事というふうになります。ただ、まあ取引所に例えば神話のアクセサリーとか、まあボス装備とか、まあ出るときありますよね。まあ引退者さんが出すとかっていうパターンであると思うんですけど、それにはもちろんお金は使っちゃって大丈夫です。で、銀貨の貯め方の方も僕ちょっと一応言っとこうかなって思うんですけども、まあ今やっぱ一番貯める方法としていいのは兜族の繰り返し依頼になりますね。まあ昨日紹介したいんですけども、あれはまあマジ貯まるんでいいと思います。ただまあブラックストーンをどうするかっていう話なんですけども、まあまず防具の強化が僕のように終わってない人はこっち優先ですよね。まあもうそれはもちろんだと思うんですけど、武器ブラックストーンどうするかみたいな。まあ、武器ブラックストーンも、まあ、売るっていう選択肢は全然ありっちゃありだとは思うんですけども、個人的には僕は今貯めてるって状況なので、その辺はまあ、まあ、個人にっていうか、僕は、今考えてるのは、防具は自分の防具に回す。で、武器は、サブキャラの方の、育成に回そうかなって思ってるんですね。まあ、なんで、参考にしてみてください。で、次は石板についてですけども、石板に関しては、今使う、もしくは貯める、どちらでもいいというか、結論付けることができないといった感じになってます。というのも、今、古代遺跡回すと、錬金石ゲットできますよね。で、錬金石は、まあ、いわゆる、まあ、お寿司だったりとか、カプセルだったりとか、そういったやつが、めちゃめちゃ強い
強いんですけども、まあかなりの低確率しか入手できないものになるため、ある程度の強さの錬金石や武器プラス3とか手足4とかの島の錬金石で妥協して、今後の 1.5 倍とか2倍イベントでの、銀貨や金貨入手量の増加とか新難易度追加とかで欠片入手量アップできる時に、狙う、貯めておくっていうのはありだと思います。ただ一つ言えるのは、タリシで売っている例えばこの古代の石板1000個で577パールとかを買ってまで古代を回すことっていうのは、まあ美課金無課金だとあんまおすすめしないかな、あんまおすすめできないかなといった感じにはなります。もし仮に、まあ、石板系を買いたいとかっていうのであれば、まあパールかけるのであれば黒いバラパールパックとかに、金を回す、これ以上の価値のものに、まあ、パールをかけたいよねっていう感じになります。まあ、あとはホットディールも最近はもう全然良くないので、まああれも買わない方がいいですねという感じになってます。で最後、討伐推薦書ですけども、討伐推薦書今僕は5500枚溜まってますと。まあ、結構溜まるんですよね。まあ、僕は黒バラパールパック毎日買ってるので、まあ、結構溜まっていくんですけども、まあ、基本的には今は使わない方がいいと思います。というのも、控えてるものが結構あるんですね。特殊討伐っていうコンテンツ。以前にも動画出してるんで、知らない方はそちら見ていただけるといいなって思うんですけど、あとはま、1.5 倍とか2倍イベントっていう、報酬 1.5 倍2倍イベントっていうのもま、来たりとかすると思うので、それまで取っといた方がいいですよと。で、まあ、討伐行く時のメリットっていうのは、金貨が稼げる、銀貨が稼げる。まあ、おそらくそこだと思うんですけども、銀貨の方は、兜族依頼を頑張ってやれば、お金を貯めることはできますよね。だブラックストーンをお金に変換すれば、お金を貯めることができるので、そちらから、神話をゲットしてもらえばいいんじゃないかなといった感じになるので、そっちでやりましょうと。どうしてもワールド経営のために馬の世代を急いで上げたい、まあ、6世代にしたい、用意したいとか、あとは戦闘力を本当に今すぐゴリゴリ上げたいとかっていう場合であれば使っていただいて全然 OK だと思うんですけども、それ以外の場合だったら、まあ資源を残しておいて爆発するときに、それを使ったとき爆発できるように貯めておくってのがいいと思います。まあ推薦書に関してもタリシで、この推薦書を購入するだとかっていうのは、まあ、控える感じにして、まあ、本当に美味しい商品っていうのが出てくるはずなので、緩和っていうのがゴリゴリ始まっていて、年内までに海外版に追いつかせるアップデートをしてるっていうのが日本の今の状況になるので、まあ、以前答えていたインタビュー記事通りであればそういった流れになってるので、まあ、待っといた方がいいよと。パールは基本的に貯めといた方がいいよっていう感じになるので、本当に美味しい、例えば、まあ、この黒バラとか、こういうのために取っときましょうというものになります。はい、ということで説明の方は以上になります。まあ、今回はお話ししてるだけという動画だったんですけども、今後の道筋を立てるという意味で参考にしていただければいいなっていうふうに思います。まあ、あとは、今週のアップデートであるであろうアクセの強化緩和。あれでどうなるかっていう話なんですけども、まあ、結構現環境、神話アクセが入手できるところが多いということなので、神話アクセを入手した人が、取引所の方に流す、プラス4とかプラス5のアクセを流すっていうことがおそらくある。やっぱまだ続くと思うので、そうですね。基本的には例えば僕みたいなこういうプラス何もついてないとかっていう方がアクセ強化緩和が来てガンガン強化していくっていう感じではなく、今アクセがプラス1だとかプラス3だとかっていう方は市場に取引所の方に流れたプラス4とかプラス5の方を購入狙っていただいて、でそれ以上ですね、プラス6プラス7プラス8とかそういうのを狙ってる方向けのアップデートなのかなといった感じがするので、まあ、僕はこの赤いサンゴ礁イヤリングぶっ壊しちゃいましたけど、まあ、プラス4とかプラス5が、出れば買うっていう感じでいきたいと思ってます。なんで、まあ、僕は強化するつもり、あんましないですね。あんましない感じになります。まあ、参考にしてみてください。
ということで終わらせていただきます。この動画がいいなと思った方は高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。で、毎日夜9時から12時 YouTube ライブの方で配信しておりますので遊びに来てください。配信の方では質問を受け付けております。お気軽にご質問ください。よろしくお願いします。動画投稿の方は夜20時を目安に毎日投稿しております。ぜひチェックの方よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。